マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエット効果の高いリンゴ酢、あなたは普段どのように召し上がっていらっしゃいますか？痩せるポイントは、美味しく楽しく取り組むことです。そこで、この動画では、ダイエット効果を高める簡単なリンゴ酢のレシピがわかります。このレシピで、一日も早く健康的で綺麗に痩せたい方は、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、材料3つだけ痩せるリンゴ酢レシピお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのレシピで痩せることができるんでしょうか。2つ目、材料3つだけ痩せるリンゴ酢レシピ、材料、作り方、ポイントについてお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢レシピで痩せることができるんでしょうかということで、そのポイント2つあります。1つ目はあなたの腸内環境が整うから、2つ目はあなたの代謝が上がるから。この2つのポイントを抑えた食材を使っているから痩せることができるんです。それぞれ3つありますから、そのダイエット効果をお伝えしていきますね。まず1つ目はもちろんリンゴ酢ですね。リンゴ酢はもうとにかくね、どんどん脂肪を燃やしてくれます。そしてね、その結果基礎代謝が上がって脂肪がつきにくくなって、まあ、どんどん痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。でまたここですね、太るもと血糖値の急上昇をするのをリンゴ酢を取ることでぐーっとね抑えてくれる効果があるわけですね。誰だって食べたら血糖値って上がります。で特にね、血糖値が上がりやすい食べ物ってあるんですよね。例えば甘い食べ物とか脂っこいものとか、特にそういったものを食べるときにセットでリンゴ酢を取れると血糖値の急上昇を抑えることができるわけですから、これはもうね、味方につけないわけにはいかないっていうね、このリンゴ酢です。ではなぜリンゴ酢なんでしょうか。お酢ってたくさんありますよね。黒酢とか米酢とか。でも痩せたいならリンゴ酢です。なぜかというと、たくさんあるお酢の中でもリンゴ酢がここです。酢酸の働きが一番強いんですよね。そうするとどんないいことが起こるんでしょうか。それはね、あなたの腸が元気に動き出してくれるわけです。あなたの腸が元気がないと、いくらね努力して頑張ったとしても根本的な痩せ体制とねなることができないからなんですね。いろいろ理由ありますけれども、まあ、多くはまずはですね、腸が元気ではない状態がどんな状態かというと、デブ菌と呼ばれる悪玉菌がたくさん住み着いてしまっている方、これはもうね無理です。なぜかというと、悪玉菌をねたくさんお腹の中で育てている限り、太りやすいものが食べたくなっちゃうんですよ。甘いものとか脂っこいものとかね。なのであなたがもしこういったものがやめられない、止まらないっていうことであれば、まずは腸内環境を見直してあげてくださいね。逆にどんな状態が痩せるかというと、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの方がたくさん腸内に住み着いてくれてる状態を作ってあげると、あなたはどんどんね痩せるような食べ物が欲しくなるんです。なぜかというと善玉菌たちの餌だから。なのでそういったね状態を作ってあげることがもう何よりも大前提なわけですね。そんな中で腸が弱いままだと、まあ、太ってしまうわけですから、この酢酸の力を使ってまずは腸をね元気に整えてあげるっていうことですよね。そしてプラスこのリンゴ酢を取ることでね、あなたの暴走する食欲をねぐっと抑えてくれる効果も期待できるんですね。そして何よりも痩せたはいいけれども、むくんだままって嫌じゃないですか。せっかくね体重は落ちた、なのに見た目がブヨブヨしている、むくんでパンってね、そんな状態にならないように、やっぱりこのリンゴ酢がねむくみ改善効果もありますから、こういったたくさんのさまざまなダイエット美容効果を持っているリンゴ酢を今回このレシピでは使っていきます。では材料の2つ目はこちらです。アマニオイルを使います。アマニオイルはですね、もう超ダイエット向きのオイルです。積極的に役に取った方がいいオイルなんですね。見てみましょう。まずはね、腸の炎症を鎮めて、先ほどお伝えした痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やしてくれる、腸内環境を整えてくれるのがねこのオイルです。そしてね、ポリフェノールの一種であるリグナンが、なんと私たち女性にとって嬉しい女性ホルモンに似た働きをしてくれるですよね。結局この女性ホルモンをね整えてくれる効果があるのがこのアマニオイルなんです。
でこれちょっと注意なんですけども、アマニオイルは加熱用ではないので調理をするときにね、油物で炒め物には向かないんです。なので今回のレシピも炒めるとか加熱するとかそういったのでは使わないです。そして3つ目、胡椒です。これはね、胡椒って大事ですよ。これはまあ調味料の中ですよね。でもちろん無添加の塩胡椒を使ってくださいね。で胡椒はね、やっぱ血行促進、あなたの血行がどんどん良くなるとね、やはり老廃物がどんどんデトックスできて痩せるわけです。そしてね、代謝も上がってどんどん脂肪を燃やしてくれる、要するにしっかりと代謝をね上げることができるっていうのも一つメリットですから、しっかりと調味料も無添加の塩胡椒、胡椒が入ったものを今回使っていきます。ではここから2つ目の項目です。材料3つだけ、痩せるリンゴ酢簡単レシピお伝えしていきます。まず材料です。今回はリンゴ酢を使ったドレッシングになります。材料4人分です。まずはリンゴ酢大さじ2、アマニ油が大さじ2、そして無添加の塩コショウをまあ少々ということで、ここはねお好みで良いと思います。でこの材料ですね、とってもシンプルですよね。ただし気をつけていただきたいことがあります。この材料がそもそも添加物たっぷりのものを選んでしまわれますと太ります。ですから例えばこのリンゴ酢であれば純リンゴ酢と呼ばれるもの、原材料名をチェックしてください。そこにね、リンゴ果汁 100% のみ、もうこのたった一つだけでできているリンゴ酢選んでくださいね。そこをまずクリアできていれば、まあ、どのような、ね、メーカーさんのものでもまずはいいと思います。そしてこのアマニ油もそうですね、もうまずはできれば有機栽培の良いものを使ってください。そして塩コショウもそうですね、残念ながら化学調味料がたくさん入った塩コショウがほとんどです。美味しくするためにね。ただしですね、味覚が異常になってしまいますし、そもそも太ります。なので塩コショウを買うときは原材料名のところにせめてですね、調味料かっこアミノ酸等と書いてあるものが実は化学調味料ですから、しっかりチェックしていただいて、よしと、入ってないなっていうものをね、しっかりと選んで購入してくださいね。ではここから作り方です。もう簡単、以上の材料をよく混ぜるだけ、あっという間でね出来上がります。でなぜ今回このドレッシングを選んだかと言いますと、市販のドレッシングはね太ります。なぜかというとね、もうここも一緒、添加物がたっぷりなんです。ですごく良くないものが入っている。例えば人工甘味料であったり、化学調味料だったり、オイルもサラダオイルとかね、太るオイル、こういったものがもうドッキングしてるわけですから、もう絶対に召し上がっていただきたくないものなんですよね。せっかく痩せるためにサラダを食べてますとか、お野菜とってます、でも味付けが市販の添加物たっぷりのものをかけてしまえば逆効果、太ってしまいますから、ぜひドレッシングもシンプルに、こういった手作り必要な量だけその時に作ればいいんです。なのでね、簡単にできますし、とってもシンプルで美味しいので、ぜひ今すぐ作ってみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画のポイントは、ダイエット効果の高いリンゴ酢を使った簡単にできるレシピでしたね。ぜひ市販の添加物がたっぷり入ったものではなくて、簡単にできて痩せ効果もアップ、健康と美容に役立つこのレシピを日々のあなたのダイエットにお役立ていただければとっても嬉しいです。この動画のお話は以上になります。役に立ったなって思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。